はい、上下の配置ですね、整理していきます。上下の配置ですね、7本ずつ整理をしていきます。少し開いてください。まず上の歯ですね、こちらの右の3番目からずっと反対が4番目までですね。特徴的なのはこの3番目、背刃と2番目がかなり大きく内側に入り込んでしまっているので、この部分のね、抜歯を行っているので、全体的に上、歯並びを整えていきます。下もですね、ガタつきが目立ちますので、この外側に少し傾いた3番目から、こちらの反対ですね、4番目までをしっかり形を整えていきたいと思います。噛んでください。はい、上下ですね、最終セラミック装着します。はい、まず上の歯ですね、最終セラミック装着します。実際はですね、真ん中の歯の傾き段差であったりとか、あと左側ですね、2番目が大きく内側にで、3番目がかなり外側にずれていた状態もしっかり段差が整えています。で、下の歯もですね、ガタつきがありましたので、この部分ですね、しっかり綺麗なアーチを描くように歯並びを整えさせていただいています。噛んでください。